皆さん、こんにちは。中部学院大学通信教育部です。ここでは、中部学院大学通信教育部の入学に関するウェブ説明会を行います。ウェブ説明会では、こちらの6つの項目を中心にスライドを用いてお伝えしていきます。スライドの右上には、通信教育部の入学案内パンフレットの参照ページを記載してありますので、 お手元にパンフレットがございましたら、らそちらと合わせてご確認ください。また、説明の途中で募集要項を参照する場合がありますのでお手元にありましたらご用意くださいこの動画では福祉系資格の実習について説明します社会福祉士や精神保健福祉士といった福祉系国家資格の受験資格取得には 実習を行う必要がありますただし実習免除者を除きますまずは実習に至るまでの流れをお伝えします本学では実習を行う前の事前学習として実習指導科目を設定しています社会福祉士の実習に対してはソーシャルワーク実習指導という科目精神保健福祉士の実習に対しては精神保健福祉実習指導という科目です この実習指導という科目は少し特殊でご覧のようにレポートスクーリングレポートレポートスクーリングという大変ハードな内容の科目となっておりこれらを終えるのに約1年を要します3年次編入する方のオーソドックスな流れは入学後早々に実習指導科目の学習をスタートさせ 実習は4年次の春から夏にかけていくというものとなります続いて実習の概要についてお伝えします実習は社会福祉士や精神保健福祉士といった福祉資格の養成課程において行われます本学の特徴として実習先や実習を行う時期はご自身で計画することができます 実習先は大学の指定施設や実績がある登録施設から選定できますしご自身で開拓することも可能です実習時期については実習先との調整の上設定することが可能ですまた社会福祉士の実習については1週間単位で分割した実習も可能です詳細は後ほどお伝えしますそして、 すでに福祉施設などに勤務されている方で勤務先が実習施設としての要件を満たした場合本人の勤務を休扱会とすることで勤務先にて実習することができます通信制の大学選びにおいては実習をどこででいつ行えるかも大事なポイントです。本学ではご自宅の近くなど柔軟な実習プランが選択できる環境を整えています。 ここからは各実習の詳細について説明します。まずは社会福祉士養成課程の実習です。科目名はソーシャルワーク実習です。実習先は社会福祉施設やその機関です。実習先の要件は主に2つあり、1つは機能が異なる2つの施設での実習を行うことで、もう1つはその施設に 実習指導者がいるということですこの「機能が異なる」というのは異なるサービスの提供ででああっったたりり対象者であったりします例えば異なるサービスとは一方が生活介護一方が就労支援といった場合ですまた異なる対象者とは一方の支援の対象が高齢者もう一方が障害者である場合などです実習の時間は この2つの施設での合計が246時間で施設ごとにそれぞれ62時間と184時間の実習時間となりますこのソーシャルワーク実習には実習時間の一部免除制度があります対象は介護福祉士や精神保健福祉士の資格要請課程にて実習科目を修了している方つまり これらの資格を専門学校などで取得を目指す中で実習を終えた方でありその方は1の62時間の実習が免除となります精神保健福祉士の実習はこちらのとおりです科目名は精神保健福祉実習です実習先の要件として種別の異なる2つの施設での実習が必要です種別の1つは A 群として精神改良機関もう一つは B 群として障害福祉サービス事業等を行う施設などとなりますそしてこちらも実習指導者がいるということが要件となります実習時間は A 群で92時間以上 B 群では123時間以上2つの施設での合計が215時間以上となります また精神保健福祉実習にも実習時間の一部免除制度があり対象者は社会福祉士の実習科目修了者となりますこの方は B 群実習のおよそ半分にあたる61時間が免除となりますここではソーシャルワーク実習や精神保健福祉実習に関連して実習科目の免除制度である実習免除について触れます 実習免除の条件は社会福祉士や精神保健福祉士の実習で共通しています。それは本学入学までに皆さんで言うと2024年3月31日までに厚生労働省が定める施設等において1年以上の相談援助業務に従事していた場合でありその場合実習及び実習関連科目が免除されます。本学入学とは成果生としての入学であり この厚生労働省が定める施設等というのは、取得を希望する資格で異なります。皆さんの中で、実習免除の対象となるような方は、通信教育部までご相談ください。実習免除の申請を行う手引書をお渡しします。こちらの実習免除については、通信教育部ホームページ内の実習科目の履修免除についての中でも確認できます。 また実習免除の申請は出願時から入学年度の6月末まで受け付けておりますなお実習免除が適用される場合とされない場合で履修計画が異なりますので本学としては出願時の申請を推奨します実習時間の一部免除については繰り返しになりますがソーシャルワーク実習では介護福祉士 または精神保健福祉士の養成課程における実習修了者を対象に、実習時間246時間のうち62時間の実習が免除となります。精神保健福祉実習においては、社会福祉士の実習修了者に対して、B 群の障害福祉サービス事業等を行う施設での実習のうち61時間が免除となります。 ソーーシャルワーク実習について詳細をお伝えします。異なる2つの施設への実習をそれぞれソーシャルワーク実習1ソーシャルワーク実習2とした時実習1は8日間ですのでそのまま投資で行いますが実習2については1週間を1ユニットとしこれを4回行う形で24日間の実習を計画します。 ソーシャルワーク実習2の続きです。基本は4週間投資で行います。ただ、なかなかまとまった時間が取れない方に向けては、1ユニットごとに分割して実習することが可能です。分割して実習を行う場合、前提として実習先との調整が必要であるということと、分割で行う条件として、4つのユニットを1年以内に、 一つのユニットの間を6か月以内に実施していただく必要がありますソーシャルワーク実習2では2から3日間の単位で分散させての実習も可能ですこれを分散スタイルと呼んでおりますがこちらはソーシャルワーク実習2のみで適用されますこのスタイルでは確実な学習到達度を測るため 実習祭の要件設定があります具体的にはすでに当該施設に勤務しているもしくは勤務していた実習先との連絡調整が取れる十分な実習教育ができるように実習計画を立てることができるといったものとなります精神保健福祉実習について詳細をお伝えします繰り返しになりますが精神保健福祉実習は 種別の異なる2つの施設での実習が必要ですその2つの施設ですが A 群として精神改療機関と B 群として精神障害福祉サービスを行う施設等となります A 群は12日間以上 B 群は16日間以上で行います基本的に A 群 B 群とも実習は通しで行いますが B 群の実習では、ソーシャルワーク実習のように、1週間単位にて分割が可能です。A 群・ B 群の順序指定はありません。ただし、社会福祉士の資格も目指す方は、実習時間の一部免除の絡みから A 群から行います。また、A 群と B 群実習の間は1ヶ月以上空けることとなります。実習についてのまとめです。 実習前に学習する実習指導の科目は1年を要します。3年次編入の方は、入学時より学習を始めましょう。また、本学の特徴として、実習先やその時期は自分で計画することができます。その他、ソーシャルワーク実習のうち、実習時間の長いソーシャルワーク実習には、1週間ごとの分割が可能です。精神保健福祉実習のうち、 障害福祉施設などで行う実習についても同様の分割が可能ですそして福祉系の実習には実習免除や実習時間の一部免除の制度があります実習免除については出願時から入学年度の6月までが申請期間となっておりますので対象の方は通信教育部事務課までお早めにご連絡ください。 入学に関するウェブ説明会の実習パートは以上となります。その他入学に関するご不明点やご質問などございましたら、パート別の説明会動画をご視聴いただくか、通信教育部事務課までお問い合わせください。お電話やメールをご利用の場合は、こちらの番号またはアドレスにてご連絡ください。受付は月曜日から金曜日の9時から17時にて行っております。 ご清聴ありがとうございました。